大きな火災に見舞われた都内屈指の観光エリア、築地場外市場。火災から一夜明けた築地場外なんですが、まだ辺りには焦げ臭い匂いがしています。今日は朝から消防による実況見分が行われています。一夜明けた今日、黒く焼け焦げた骨組みだけが残った現場で、消防や警察が火が出た原因を調べました。昨日の午後5時ごろ起きた火災、看板からは赤い炎が噴き出し、煙が空高く立ち上りました。現在6時18分です。まだ火の勢いが増してきたようです。赤い炎が店の中から見えています。黒い煙も出てきました。消防車60台で消火活動に当たりましたが、出火から2時間後今崩れました。看板が崩れました。その辺りからまだ赤い炎が見えています。時刻は6時45分になります。放水している場所、看板が崩れ落ちて、その辺りから赤い炎がまだ見えます。結局およそ15時間後の今日午前8時ごろ、火は消し止められましたが、木造の店舗7棟、935平方メートルが全焼しました。現場では焦げた調理器具も見つかっています。警視庁によりますと、ラーメン店の厨房付近の燃え方が激しかったことが新たに分かりました。出火直前までコンロを使っていて、火の熱が壁に伝わって出火したとみて調べています。一夜明けて現場では焼け出された関係者が残っている資材を運び出していました。ちょっと許可もらって入ったけど、だけど下の商品は燃えてないけど、もう使い物にならないね、水浸しで、うん、被害結構じゃ出た。まあ金額的には結構1000万ぐらいいくんじゃないの。1000単位じゃないかな。今回の火災は市場移転が大きく取り上げられている最中に起きました。私もびっくりいたしました。火災に限らず災害の備えを、あのような密集した地域でもあることから、万全にする必要がございます。被害があった場所以外は営業を続けていますが、築地場外市場では火災のショックを当面引きずりそうです。こんばんは。8月4日金曜日の東京 MX ニュースです。昨日築地場外市場で起きた火災は、発生から鎮火までおよそ15時間かかりました。被害はなぜ拡大したんでしょうか。今日は現場からお伝えします。森田さん。鎮火から10時間ほど経った築地場外に来ています。先ほどですね、規制線が解かれまして、私は今火災があった建物の目の前に来ています。まだ風が吹くと巣の匂いがします。さて今回鎮火まで15時間近くかかったわけですが、なぜこのように被害が拡大してしまったのでしょうか。今日は日本火災学会の会員でもある防災ナビゲーターの永山さんにお越しいただきました。お願いいたします。今日は永山さんに2つのポイントを挙げていただきました。まずは密集した建物について教えていただけますか。はい、そうですね。7棟燃えたという発表なんですけど、どこが境目かわからないくらい非常に密集してくっついていると。ですから消防隊がですね、消火活動するのにその建物の間に入れないということで、延焼を拡大したという大きな要因になっています。続いてシャッターとトタン屋根とありますが、こちらについてはいかがでしょうか。はい、木造の建物なんで、中の、ね、木造の部分って非常によく燃えやすい、激しく燃えるんですけど、ただ外側にあるシャッターあるいはトタンの屋根というのは鉄でできてますので、なかなか燃えないということで、外から水をかけるときですね、燃えているものに直接水をかけると非常に有効なんですけど、なかなか直接かけられないと。ですから消防隊がシャッターを壊したり、あるいはトタン屋根を剥がしたりしながら消火活動しなきゃいけないということで、非常に活動が手間がかかってしまうというような困難な場所だったと思います。ありがとうございました。そして先ほどですね、午後3時過ぎ、焼けてしまった店舗の人や近所の住民の方たちで集会が行われたということで、
復旧に向けた動きが進んでいるということです。以上、現場から中継でお伝えしました。